まるで綿毛のようにふわふわしているのは出来たての麹です。年末に作るかぶら寿司や寒の時期に作る味噌作りに欠かせない麹の仕込みが最盛期を迎えています。竹時雄です。74です。麹作りをやってます。日本酒やお酢など醸造業が盛んな白山市鶴見地区。竹さんのお店は江戸時代から続く老舗です。竹さんは6代目。兄を継いで60歳から麹作りを始めました。次男坊なもんですから、ただ手伝うっていうだけで、あ、そんなに記憶ないんですよね。ついでいければなと思いながら、お客さんに満足いただけるような工事ができるかどうかってなってくると、やっぱり疑問でしたよね、自分では。もう最初の3年4年っていうのはもう、お店の地下にある石室、180年以上変わらない昔ながらの製法で麹を作っています。蒸した米に麹菌を巻いて寝かせること4日間、純白の麹に仕上がります。よし。麹作ってる時っていうのは室内が38度ぐらいですよね。今年はまだ氷点下はならないですけど、大体一番低い時氷点下2度ぐらいですからね。だからプラスマイナス入れると40度ぐらいの差があるんです。やっぱ麹っていうのは38度と大体 80% ぐらいの湿度じゃないと麹菌が働かないんです。これグッと締めるっていうので、麹にとってはいいです。体にとってはきついですけどねだからもう本当にアラスカとアフリカをこう往復してるな感じですよね。常夏の石室から氷点下の世界へ。出来たての麹はまるで赤ちゃんの肌のようにふんわりと白く輝いています。今上がったばっかりだから、もうちょっと落ち着いた白っぽくなって、こんだけあるといい顔してるのもあるし。地元白山麓の米と白山からの水が育んだ麹、ふくよかな香りがお客さんから親しまれています。白山からの恵みっていうか、その水っていうものがやっぱ与えられてるんだなっていうような感じはします。水はうまいです。実際に昔からのやり方、それをなるべくならばそのまま継承していけるような形で進めていきたいと思うんです。麹を作る時のドームですよね。そういうものを作る人がだん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 いなくなってきてるっていう、例えば木桶にしてもそうですよね。でもいかにそれを何ていうか繋いでいけるかっていうことが、要するに昔ながらのやり方をそのまま繋いでいくっていうことですね。先祖代々受け継いで180年余り、道具も製法も麹への思いも変わっていません。何一つとっても健康ですよ。やっぱ体ですよ、これは。体がやっぱし資本ですよね。麹作りっていうのはものすごくやっぱ地味な商売です。使ってる方がものすごく高齢化してるっていうことも事実ですけども、若い方が例えばお味噌を作ったり甘酒飲んだり
あのいろいろ若い方が少しずつでもあの今増えてきていることもこれ事実です。特に発酵食品ですよね、少しずつ今見直されてきているっていうことが私らにとってみればものすごくやっぱいい材料ですよね。だからいい商品を世に出していくっていうことが一番やっぱ大事なことじゃないかなと思うんです。